皆さん、こんばんは。今日は2024年8月31日土曜日です。今日のテーマは中国経済は崩壊に向かっています。独裁政権、経済を指導します。経済成長を牽引するエンジンがなくなります。中国の経済が 悪化しています私も何回も話をしました。しかし、どうして崩壊していないでしょうか中国のテレビでは、すべての新聞紙もそうですし、毎日の報道では、外国の経済が悪化していますよ。特にアメリカの経済、崩壊の存在ですよ。というふうに毎日宣伝しています。 ドラマでは愛国ドラマがメいんです。やはり国民の不満がありますので、中国の経済について崩壊すると言ってきました。しかし、完全に崩壊していないんです。でも、どんどん悪化してきました。銀行も大変です。お金取り出そうとしても難しいんです。中国のネットでは、 愛国経済学者の宣伝があります。この2、3年間、我慢すれば絶対に経済が良くなりますよ。不動産市場も回復しますよ。不動産価格もまた再び高騰しますよと宣伝しています。この話ですね、結構多くの方は信じるんですよ。では、 中国の経済はどうしてまだ崩壊していないでしょうかこれについて話をしたいと思います。中国の経済について私は2017年成長、GDP の成長は実に止まりました。2018年から下落したと私は判断しています。また中国の人口も2018年から 減少する方向に向かったというふうに判断しています。これについて動画で何回か話をしました。2020年となって、中国の不動産価格、実はですね、止まりました。上昇はなかったんです。しかし、中国の不動産価格、この20年間、30年間、ずっと高騰してきました。2020年となって、 急に止まりまりした。中国人には不動産信仰ありますので土地自分のものではありませんので土地の信仰ではなく不動産信仰ですねでもですね買わなくなったりあるいは投資しなくなりましたやはりですねお金がなくなったんですよつまり当時ですね中国の経済は実に悪化してきました ただし、中国の多くの人ですね、やはり経済が悪化してきました。景気が悪いよね、お金稼ぎにくいよね、あるいは再就職難しいよねと感じたのは2022年の後半なんですよ。今もそうですし。原因はですね、コロナの影響があったからです。当然ですね、コロナの影響で中国の経済が悪化したと。 は言います。実はですね、さらに赤化したと言います。それが結果論なんです。コロナ対策ありまして、最初ですね、中国の経済は一時的に良くなっていたんですよ。中国ではコロナ対策とはゼロ感染者対策でした。外国では日本もそうですが、ウィズコロナという対策でした。つまりコロナと共存ですね。 日本の場合はですね、世界で一番先に発表しました。コロナとはですね、普通のインフルエンサですよと言いました。2020年3月、コロナの1年目でしたね。中国の経済ですね、産業、ほぼ完全に再開しました。外国では例を言いますと、アメリカの場合は2022年1月、完全に経済生産再開しました。 日本では、国内ではですね、ほぼ影響はなかったと私は思います。でも、2022年10月11日以降ですね、外国人の新規入国規制を解除されました。当時ですね、中国政府はとても喜んでいました。つまり、外国ではみんな生産再開できません。みんな大変ですね。自分だけ再開しました。 結果としては2020年6月、中国の輸出産業はものすごい復活しました。輸出企業も大変繁栄していました。これで中国の経済は一時的に回復する方向に向かいました。この原因がありまして、外国の経済学者、また投資機構は中国の経済に対してものすごい自信を 持っていまし,たしかしウィズコロナ対策ですから少しずつみんな回復してきました特に2022年末となって東南アジア諸国もみんな再開しましたその代わりに中国ではゼロ感染者施策が続いていました少し外出を解禁すると感染者はものすごい増えてしまうんです 中国の医療体制ダメですし、薬もなくて、信用できるワクチンもなかったんです。政府はあまりで,ですぐに外出規制をしました。ずっとこの繰り返しでした。ここで中国の輸出産業ですね、ダメとなってしまいました。つまり、コロナの初期段階、約1年目ですね、中国の経済は崩壊というのはなかったんです。 その後、中国も完全に、まあ、経済、生産再開しました。完全にオープンとなりました。しかし、輸出産業ですね、回復していなかったんですよ。そうすると、価格を安くして輸出を促進しましょう。というのですね、政府の決定なんですよ。莫大な補助金を出すことで対応していました。ただし産業ですね、あります。 電気自動車と太陽光パネルと抵抗、アルミなどです。ちなみにですね、民営企業に対しても、莫大な補助金を出したんですよ。やはり価格ですね、抑えようとしました。電気自動車の代表ではないんですが、この産業の挑戦者だと呼ばれてる会社があります。それは、Xiaomi ですね。スマホ、タブレットなどなど、 そういう電子機器の製造メーカーです。大変成功してきました。この会社の名言としては、電気自動車は電子機器のようになりますよと宣言しました。やはり電気自動車ですので、部品が少ないので、外観を見てポルシェです。8月22日、シアミーという会社は発表しました。この車は SU7 と言います。 一台売れましたら6万円超赤字です。つまり約ですね、120万円の赤字なんですよ。原因としてはこの会社が説明しました。生産規模が問題です。大量生産しなければコストが高いんです。まだ我が社の初めての電気自動車ですから研究、開発費用は高かったです。回収は難しいですね。 というふうに説明しました。しかしですね、このしアみの会社の情報では、平均1台ですね、販売価格、まあ、3ランクあるんですが、平均ですね、23.4万円です。約478万円で売っています。まだしアみという会社だけではなく、自動車は、電気自動車は売れました。実に赤字です。つまり、 企業ですね、儲かっていません。ただしですね、それでも生産台数はどんどん多くなってきました。市場経済でしたら、メーカーが儲かりません。そうすると、生産を拡大しません。でも、中国では赤字であっても、生産をどんどん拡大しています。増産です。原因がですね、あるんですよ。一つは、自信があります。自分の 夢ですね。賞味という会社もそうですが、最後は処理するよ。市場を制覇するよ。世界一になりますよという野望あります。次はですね、これがメインです。補助金です。例えば、中国の有名な電気、自動車の電池を製造する会社、ネートク時代です。ネートク時代の電池は、2023年、政府から7.6兆元の 補助金を受けました。これは2022年の2倍です。しかし、裏にはですね、見えない補助金もあります。例えば、e、EU、この間、中国製の電気自動車メーカーを調査して、関税を引き上げますよと決定しました。調査の結果ですが、免税の体育もあるし、国営銀行から低金利でお金を借りました。 これも補助金です。また政府系の投資機構から投資を受けました。これも補助金です。そして安い価格で土地を入手しました。例えばテスラ自動車ですね。上海にある工場。土地代は市場価格の1割2以下で入手しました。でも補助金ありますので実質は無料でした。 まだ公開できない補助金もあるんですよ。例えば、シオミという会社は電気自動車を作りました。これは国家戦略に従っています。そうすると、シオミ製のスマホ、電子機器、広告すれば無料なんですよ。地方テレビでは無料です。まだ優先的に政府が経営している、例えば、 新鮮市の地下鉄ですね地下。駅地下のビルで店舗を作っていいんです。まだ電気自動車産業だけではないんですよ。ドイツのシンクタンク、キール世界経済研究所の情報によりますと、中国の上場企業99%政府の補助金を受け取っています。これはコロナ前ですね。 70%以下ででした。今は99%です。つまり中国政府の目的というのは莫大な補助金を電気自動車産業に投入しました低価格で輸出を促進していてそうすると経済が良くなる雇用も確保できて中国は世界の自動車工場になるんですそういう野望があるんですよ では、中国政府はいくら補助金を出しているでしょうかこれも難しいんです。絶対公開しません。でも、アメリカの戦略国際問題研究所の予測ありました。2022年、中国政府は GDP の4.9%を出しました。世界一の希望です。普通の国ですね、0.4%なんですよ。 中国は4.9ですね。約5ですね。2020年、中国の GDP は100兆元を超えました。つまり5兆元以上を出しました。これで中国人はですね、2022年以降、経済が悪化してきたよねと感じてきました。つまり、外国はですね、最初コロナ対策で困っていました。中国の手術は逆にとても良かったんです。 それはチャンスでした。当時、値下げしなくてもよかったんです。今回ですね、値下げしなければ外国は買ってくれません。値下げするには政府がですね、補助金を出してくれますので。しかしですね、それをやっても会社はやはり儲かりません。そうすると、労働者に対して高い給料支給できません。現在は逆に賃下げですね。 当然、中国政府は莫大な補助金を出しました。中国政府ですね、税金を取る力が強いんです。でも、お金を作る、あるいは産業を作ることはないんですよ。そのお金とは国民の税金なんです。しかし、それがですね、もう続きませんよ。つまり、終わってしまいます。今年はですね、なんとか維持できても、来年で終わるでしょう。と私は思います。 生産過剰についてこれは政府の指導まだ政府の補助金で生産過剰となりましたつまり会社側ですねメーカー市場の需要を考えていません政府の命令と補助金のために生産を拡大しています政府の指示で電気自動車たくさん生まれましたメーカーはとにかくいっぱいですまだたくさんの 地域には電気自動車生産基地もありますし、現在新しい工場建設中ですね、たくさんあるんですよ。2015年となって、年間ですね、来年ですよ、年間電気自動車生産台数は2200万台。これは計画なんです。ちなみにですね、世界では中国ですね、今は自動車の生産大国は中国です。次は アメリカです。次は日本です。2014年予測ですが、アメリカですね。電気自動車とガソリン車、全部合わせて1000万台生産計画です。予定です。予測ですが、中国政府の計画では、安い電気自動車をいっぱい生産して、世界を制覇しましょうと。しかし、それはですね、とても期待できません。失敗すると思います。 今年の前半、中国では電気自動車の販売台数は490万台でした。輸出は60.5万台でした。合計で550万台消費できたという意味です。もしですね、後半も同じでしたら、今年年間で1200万台約ですね、消費あるいは輸出できたという計算なんです。しかし、 来年ですね、さっきも言いましたが、2200万台生産予定なんですよ。その1100万台、どこに売るでしょうか誰が買ってくれるでしょうか今年の前半ですね、世界では電気自動車の販売台数は660万台でした。つまり、今年の先,先世界ですね、今年先世界では、 今年、電気自動車の販売台数は予測ですが、1400万台でしょう。あるいは以下でしょう。という予測もあれば、でも一部の機構ですね、1400万台は消費出るでしょう。という予測もあるんです。これはまだわかりません。ただし、以上のことでわかるのは、中国製の電気自動車ですね、たくさん生産しました。実に売れないと思います。 現在、中国の国内では、電気自動車の価格競争、ものすごい激しいんです。でも、生産過剰とは誰も言いません。来年ですね、来年、多くの工場は建設完了終わりました。生産したしたら大変になると思われます。また、電気自動車より太陽光パネルですね、ものすごい大変なんですよ。完全に生産過剰です。 中国ですね、1年間生産した太陽光パネルですね、世界では2年間使っても使い切れないんです。それぐらいの量です。でもですね、現在は生産拡大中なんですよ。来年ですね、もっと多くの太陽光パネルは市場へ提供すると思います。その時にどうするでしょうか現在、すべての太陽光パネル産業は赤字なんですよ。 ただし、政府の補助金ありますから、何とかは維持できています。そして、外国の関税の問題について、アメリカと EU がですね、目立っています。現在ですね、カナダも参加しました。中国産の電気自動車に対して、関税、テスラ自動車も入れてですね、100%にするんですよ。これもですね、すごいんです。そして、 まあ中国ではですね、やはりアメリカ、EU、カナダですね、敵ですと言いますので、ただしですね、現在は中国の敵国家ではなく、友好国家も参加してきました。例えば、インドですね、友好ではありませんが、インドですね、中国産のアパレルと価格製品について調査しています。これから関染を上げると思います。 次はアルゼンチンとベトナムについて中国製の電子レンジと風力発電設備について調査中です。関税を引き上げると思います。チリでは鉄鋼ですね。ステネスと鋼鉄について関税を引き上げるとなっているんですよ、実は。あとで説明します。トルコの場合は電気自動車について調査中です。 パキスタンですね。中国の大事です。文房具とゴム系、プラスチック系の商品に対して関税を引き上げようと考えています。地理を例にしますが、地理は南米の国家です。中国のシルクロードに参加しました。親中国でもないし、反中国でもないと思います。つまり、立場は中立です。 中国の不動産市場良くないので、インフラ工事も減少してきました。鉄鋼の生産ですね、続いています。毎年10億トン生産しているのですよ。10億トン以上です。結果ですね、低価格で輸出しましょう。今年初めて、チリにある太平洋製鉄所が政府のことを批判しました。チリの政府は無視しました。今年4月となって、 この設立書ですね、生産を一時停止にしました。そして、従業員さんですね、街に出て抗議もありました。そしてですね、政府としては、関税を引き上げました。でもですね、今年の8月、まあ、今月ですね、ギリギリですが、まだ生産停止となってしまいました。これから2回目の中国産の抗鋼抗について、関税を引き上げようかと考えています。 外国ですね、現在中国政府の補助金でものすごい試食を受けています。対応する方法2つあるんですよ、実は。つまり、外国政府も中国政府のように補助金を支給するか、あるいは中国製の商品に対して関税を上げるかです。ただしいですね、外国では中国政府のように補助金をですね、勝手に出すことは難しいんですよ。 やはり国民が反対します。また国民としては、やはり医療とか教育ですね、そういうところに力を入れてほしいんですよ。ここですね、これからですが、多くの国ですね、中国製のものはいらない、ではなくても、関税を引き上げるというふうに思われます。そうすると、今後、中国の輸出は期待できません。その時ですね、生産、のショック 中国自身が動けると思います。予測ですが、来年の今頃ですね、政府として補助金で経済を引っ張ること、もう終わると思います。その時ですね、中国の市場はもっと大変なんですよ。生産過剰です。結論を言いますと、習近平政権は強いんです。彼は独裁者です。中国というのは正常の国ではないので、 政治の国にいる経済学者、まだ専門家には想像できないことを習近平がやるんですよ。それがですね、予測できないと言います。また、中国の社会ですね、特に信用率もものすごい高いんですよ。たくさんの若い子たちは仕事がないんです。これについてもまた動画で話をしたいと思います。この動画はここまでしたと思います。 最高リズボタンをお願いいたします。ありがとうございました。